こんにちは、藤本翔子です。今日は休日の過ごし方ということで、私の好きな場所にやってきました。ここどこだか分かりますか？正解はじゃじゃん、徳川園です。今日は休みの日だったので散歩がてら徳川園にやってきました。この入ってすぐのこの空気感が私すごい好きで、まあ、季節ごとに来ています。これを見て私徳川園に来たくなりました。見えますか？和傘、この和傘の貸し出しをしているそうで、ちょっと和傘を差しながらここで映像が見せられたらなと思ってまして、これね、どんな和傘、いろんな和傘を選べるらしいんですが、なんとまさかの9円ガチョーン。まあだいたいいつも計画通りにはいかない休日を過ごしています。ということで、一応別の日の休日の様子も撮っておきました。そちらをご覧ください。中学時代を思い出して、以上です。